久しぶりだね、会いたかった。嘘、あなた誰？まことですけど。そんな。約束通り上京してきました。僕に技術を教えてください。まこと様にこのお屋敷で働いていただくのはいかがでしょう。この家で暮らすって本気？だってまことは男の子なのよ。いやー、まことの母さん、エッキー、うん、絶対無理。男の子と一緒に暮らすなんて。まこと兄様、あの杖とても大事にして。気持ちは嬉しいけど危ないことをさせたくないの。分かってるかな。だからって母様のアーティファクトを放ってはいけない。獲物をいただきに参ります。